ユーティラヌスもしくはユティランヌスは、ティラノサウルス浄下の恐竜の一族。ユーティラヌスふわりただ一種のみが知られており、前期白秋に、現在の中華人民共和国北東部に生息していた、両年症より3個体が発見されている。2012年までに報告された明確な羽毛を持つ、羽毛恐竜の中では、推定全長8メートルと最大の種類である。 化石の展示ユーティラヌスフアリは2012年春に女性らによって親族新種として学術的に命名、記載された。俗名は中国語北方方言の羽とラテン語化したギリシャ語のトラニスイコールボ傍君に由来するように、羽毛の生えたティラノサウルス上下の羽毛の生えた俗として分類されることを反映している。種商名は北方方言のカレーから由来し、 羽毛が美しく保存されていたことを反映する。ユーティラヌス三個体はそれぞれ異なる成長段階に、ある母ぼ,ぼ完全な化石標本であり、これらを入手した、化石商人は、中国の遼年小朝日市北表紙発影響に、位置する同一の採石場から三個体とも、算出したと主張した。おそらくは、約1億2500万年前のアプチアン期に、 相当する疑見類層で発見されたものである。標本はバスマットの大きさ程度にカットされ、二人組で運べるようにされた。ホロタイプ標本、ZCDMV5000 は最も大きい標本で、スラブで圧縮されてはいるものの、頭骨の備わった、ほぼ完全な生体の骨格である。パラタイプ標本は、残り二つの標本である。z c d m v 5 0 0 1は、 より小型の個体の骨格及びホロタイプ標本と同じスラブの一部で構成されている。エルドム V1001 はホロタイプ標本よりも8歳若いと推定された容体である。これらの化石は女性の指導の下で中国科学院古跡水動物個人類学研究所が制作し、諸城恐竜博物館とエレンホト恐竜博物館のコレクションの一つに加えられている。 人との大きさ比較、ユーティラヌスは大型の二足歩行の捕食動物だった。三個体の内潜水の融合の具合などから最高齢と目されるホロタイプ標本は記載論文で全長9メートル、体重1414 14キログラムと推定された。2016年にはグレゴリー・ボールが全長7.5メートル、体重1.1トンと下方修正した推定値を発表した。 ホロタイプ標本の大腿骨長は 85cm に達し、頭骨長は 90.5cm と見積もられた。パラタイプ標本の頭骨長は 80cm と 63cm で、体重はそれぞれ 596kg と 493kg と推定された。記載論文では、ユーティラヌスを直接の親戚と区別する標徴形質が確立された。 鼻先には小中線上に高いと坂があり、この景観は尾骨と前上顎骨で構築され、大きな眼気性のくぼみに覆われている。後眼下骨は小さな二次突起を持ち、突起は眼下の後ろの曲がり角に向かって突出している。後眼下骨の下部くら位の外側はくり抜かれた状態になっている。下顎では外側に開いた主要な穴である、 外下アゴ窓が主に上角骨に位置する。2018年の研究によると、ユーティラヌスの舌骨は単純な構造であり、ワニのように下が平坦であったことが示唆されている。原生及び全滅種の主流類と舌骨が比較され、蝶類、翼竜、一部の蝶番類を除くすべての主流類の下は固定されていると断定された。エルドム V1001 に基づいたアーティストのイラスト、 ユーティラヌスの記載された標本には印象化石という形で羽毛の直接的証拠がある。羽毛の長さは最大2 0トルで糸状であった。ユーティラヌスの化石は良好な保存状態ではあったが、羽毛の糸が単純か複合か、幅広か狭いかは定かになるほどではなかった。羽毛は体の様々な部位を覆っていた。ホロタイプ標本では、 骨盤と足の近くの部位に羽毛が生え、標本 ZCDMV5000 では、尾の軸から下側に30度の角度で、尾の羽毛が後方へ突出した。最も小さい標本では首に 20cm、上腕に 16cm の羽毛が確認された。ディロングパラドクサスが記載された2004年には、ティラノサウルス上下にリチャード・プラムの羽毛類形論で、 いうところの意図上の第一段階の羽毛を持つものがいることは知られていた一方、ユーティラヌスフアリは、現在直接的な羽毛の証拠がある最大の恐竜の種であり、その体重はかつて最も重いとされていたベーピャオサウルスの40倍に達した。羽毛の痕跡がある王の断片羽毛の分布に基づくと、危険の年間平均気温が、 摂氏10度という霊量な気候であったとして、全身を覆う羽毛が体温を一定に保っていた可能性がある。代わりに、ユーティラヌスの発見された地域に生息域が限られていた場合、羽毛はディスプレイに用いられていた可能性がある。さらに、2体の生体の標本の鼻先の中央の、戸坂は派手でかつ両側が波打っており、これはおそらくディスプレイのために用いられていた。 大型の基盤的ティラノサウルス上下に羽毛が存在したことにより、後のティラノサウルス科もその巨体にもかかわらず生態でも同様に羽毛を持っていた可能性が示唆されている。しかし、ゴルゴサウルスやタルボサウルス及びティラノサウルスといった後期白亜紀の様々なティラノサウルス科恐竜からは、ユーティラヌスでは羽毛で覆われていた部位から、鱗の皮膚の印象化石が報告されている。 ティラノサウルスカニュモウが存在したことを指示する証拠はなく進化の過程で二次的にウロコへ進化した可能性があると提唱する研究者もいる。もしウロコの皮膚が後除くの表皮の特徴の主流であれば外皮の特徴と程度は体サイズや温暖な気候あるいは他の要因に応じて時と共に変化した可能性がある。系統解析では ユーティラヌスはいずれもティラノサウルス浄化に分類されている。ユーティラヌスと他のティラノサウルス浄化との関係の当初の解析では、ユーティラヌスは系統樹においてエオティラヌスよりも原始的でディロングやグアンロン及びシノティラヌスよりも発達的とされた。派生的なティラノサウルス類と比較して相対的に原始的な特徴としては、三本指の長い前足と、 走ることに特化していない、短い後足が挙げられる。派生的な特徴としては、大型で上下に深い頭骨、前上顎骨の外側が上を向く、涙骨上に、大型のくさび型の角が眼下の前方に存在する、眼下のの円の後ろに五眼下突起が存在する、臨場骨と、方形方骨が加速頭窓の後円の大きな突起を形成する、脊椎が短い、 蝶骨の上縁がまっすぐでかつ丸い突出部が存在する地骨の先端が大きい、座骨が細長いといったものがある。鼻先のクローズアップ2016年にはトーマス・カールとスティーブン・ブルサットによる系統解析が行われ、ティラノサウルス上下の進化的関係が再調査された。彼らの解析では、ユーティラヌスはディロングよりも基盤的であるとされ、 プロケラトサウルス化に位置づけられた。以下にクラドグラムを示す。腰体標本、エルドム V1001 の頭骨標本の成長段階が様々であるため、ユーティラヌスフアリの成長の間の変化を決定することができた。成長の間にこし、足、腸骨、前肢が相対的に小型化した一方を、頭骨は上下に深く眼鏡に成長した。 ドンベエッィタンを狩るユーティラヌスの群れのイラストユーティラヌスは互いに成長段階の異なる三個体が知られているため女性をはじめとする古生物学者はユーティラヌスが群れで狩りを行う動物であると解釈した三個体の標本が発見されたとされる産地から発見された竜脚類の化石に基づきユーティラヌスは竜脚類を狩っていてさらにその三個体は 狩りの間に死亡した可能性があると女性は推論した。加えて、マプサウルスといった他の竜脚類を狩る、獣脚類も群れで狩りをする習性を示すことが知られている。しかし、3体のユーティラヌスが死亡した真の原因は不明のままである。もし、ユーティラヌスが竜脚類を捕食していたなら、彼らは義犬類一層から算出した2種類の捕食動物の一つということになる。 もう一種類の捕食動物は2012年時点で未サイの中型住脚類であり、ドンベイィタンのホロタイプ標本のあばら骨に埋め込まれていた歯から知られている。歯の形状はシノカリオプテリクスやディロングと似ているが、この二族は犯人にしては体が小さすぎた。ユーティラヌスの産地が定かでないため、ユーティラヌスと共存していた動物賞の構成は不明である。 年代推定では、ユーティラヌスの標本の起源は、ギケン類層とガリアマミゾベ層あるいは陸化トンブ層であると暗示されており、そうであれば、プシッタコサウルスやドンベーティタン、シノサウロプテリクス、カウディプテリクスと同時期に生息したということになる。リコプテラといった魚類も繁栄していた。また、旧化植物門のラシ植物と水域が広がっていたと、される。環境は、 現在のカナダのブリティシュコロンビア州の温帯雨林と対比でき、気温は季節により大きく変動したと推測される。火山噴火や森林火災が儀県ではよく起きていたと見られている。当時の両寧省では1億3000万年前から1億2000万年前にかけて複数回の火山噴火が起き、それに由来する泥や火山灰に埋没した化石が多数産出している。 ユーティラノスと同じティラノサウルス浄化では、ディロングも同様の例にあたる。ありがとうございます。